クローズアップして、はい、で渡しました、はい、上達するとこのように相手に刀をかぶせて抜くという動作ができているので、縦位置でも本当に相手を切ったように見せることができます。これが刀を抜くという動作です。